の現地設置の国なので、今はここはまだ寒いかもしれないけど、トイシャンマンのところはあったかいですと。だから一年中には野菜は豊富です。たくさん取れるところです。今でも例えばトマトとかキュウリとか、今年は作ったものですよね。今は取れたものです。だから美味しいです。自然です。あとは日本だったらなんかペニルの中で栽培してるとかそういうのあるんじゃない？そういうんじゃなくて大体ほとんど自然のところでですね、栽培してるの。ここでは淡い工業町はですよね、終わりです。イランでももちろん冬になるとトマトとかキュウリはですね、現地で比べると高くなってくるんですよね。この右側はですね、昔はキャルワンサライだった、大正宿。この右の奥の方ですよね。この辺は織物の町だったので、結構ね、貿易やってる人たちはよく買い物に来てたらしいです、昔は。それで、大正宿も結構たくさんありました。もうちょっと走ったらまたキャルワンサライ、大正宿はですね、見られます。